わしらが7人集まればスターフラッシュという技をお主に授けることができる。ものすごくダサいな。マリオの冒険はまだ始まったばかりなのです。急激にナレーションベースになって急激に、あ、なるほどね。自分の足で塔を出ていく必要はないんやね。マリオは今頃どうしてるのかしら。怪我でもしていたら心配だわ。きっと大丈夫ですよ。あれやな、表情全く変わらんな。今頃星の星様を助け出しているに違いありませんよ。そうね。私もメソメソしてばかりはいられないわ。なんとかしてここから逃げ出す方法を考えなくちゃ。でも扉の向こうには見張りがいるし、向こうの窓からも出られそうにありませんよ。そうだわ。そういえばこの部屋のどこかに秘密の抜け道があるって大臣が話していたことがあったわ。ピンク、それを探してみましょう。はい。お、ピーチ姫はピーチ姫でなんか画策しよるけど。あ、動かせる。ピーチ姫が動かせるようになった。この暖炉大きくてとても暖かいのよ。なんだか怪しいですね。そうかしら。サンタさん的な感じで。それから同じ服めっちゃいっぱいあるんやけど、そういう仕組みあったんや。同じドレスがたくさんありますね。同じじゃないわ。少しずつデザインが違うのよ。ええー、そうなんや。同じだと思ったよ、私も。何、お化粧中？今時そんなパフパフせんやろ。そんな粉飛び散ることある？あ、マリオさんの写真。見ちゃ嫌よ。ちゃんと飾っとんやね、写真。眠っている場合じゃないわね。頑張りましょう。でっかいベッドだな。綺麗なお花でしょ。いい匂いね。本当ですね。あ、そこ扉。なるほど、ベランダに出れるけど、何も、ないね。何もないね。あ、この絵の後ろに何かあるみたいですよ。スイッチ。そんな飛ばんといかん感じ？手伸ばしたら届くない？何何何？あ、消し爪になった。やったー、これで部屋から出られますね。他のものも調べたい、ちょっと。こっち何？あ、ピーチ姫。お部屋から抜け出されては困ります。申し訳ありませんが、お部屋に戻っていただきます。あ、そういう。うわ。雑。姫の扱い、超雑。大丈夫ですか、ピーチ姫。平気よ。ありがとう。もう、私行ったらどうしてね。どうして見つかっちゃうのかしら。こっちの扉からは出られそうもありませんね。バレんくてよかったね、これ。か出ていくときにさ、なんかここに仕掛けがあるってわからんようにしとった方がよくない？隠すとかさ。この空間何？いや、回転扉が。え、これさっきの場所に出るんじゃないん？違うん。ここは一体？え？さっきここから出てきたんじゃないん？違うんかな？反対の部屋ってことかな。ここから出たらまたさっきの場所？こんな感じするよね、なんか。おや？これは誰かの日記みたいです。読んじゃいましょうか。クッパのとかじゃないよね。ピーチ姫も結構お好きですね。それじゃあ、こっそりと。なになに？星月丸々日晴れ。今日は星の国へ行って、スターの杖を奪ってやった。これで我が輩は無敵なのだ。本当にクッパの日記やん。日記つけるんや、かわいい。7人の星の星たちも、我が輩の邪魔をしないように、あちこちに閉じ込めてやったぞ。今日はよく働いたので、少し疲れたのだ。晩飯がうまかった。子供か。なんだかどこかで聞いたことがある話し方だな。もっと読んでみますか？これ、途中でクッパ来るパターン？じゃあ読んでみますね。星月丸抜日曇り、後晴れ。今日はパワーアップしたクッパ城で、キノコ城を高く高く、空高くまで持ち上げてやった。その後キノコ城へ行って、マリオをやっつけてやったのだ。愉快愉快。その後ピーチ姫を捕まえた。嬉しい。早く仲良くなりたいのだ。
可愛いんですけど。ピーチ姫、これクッパの日記ですよ。どうしましょう。とりあえずもう少し読んでみますか。なんか危なそうな感じがすごくするよね。ちょっと読んでみよっか、でも。星月バツバツ日晴れ。トリデルノクブロスがマリオンにやっつけられたらしい。星のせいにも逃げられたのだ。あ、そこで日記に書いてるじゃないか。絶対に許せん。憎きマリオめ。思い返しても腹が立つ。でも心配はいらないのだ。マリオではアラビン遺跡に閉じ込めた星のせいを助けられっこないのだ。カラカラ砂漠のどこかにあるアラビン遺跡を見つけるには、砂漠の謎を解かねばならない。マリオにはそんなもの、解けるわけがないのだ。すごいさっきから私の頭の中でバカボンのパパで再生されるんやけど。だから安心なのだ。安心したから今日はもう寝るのだ。カラカラ砂漠のアラビン遺跡。そこに星の星様の一人が捕らえられているんですよ。これは、この子に報告に行ってもらえばいいんじゃない？この子自由自在よね。ティンク、このことをマリオに伝えてくれないかしら。ええ、わかりました。早速マリオさんのところに行ってきま、来たんじゃない？え？ほら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 。あ、来た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 。はぁ。あー、うっかり我が輩の秘密の日記を置きっぱなしにしてしまった。誰かに見られたら恥ずかしいのだ。いや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 、もうバレバレです。なんでピーチ姫がこんなところにいるのだ。うわぁ、しかも我が輩の日記を読んだな。クッパ様、何事ですか？お前たち何をしておったのだ。ピーチ姫をさっさと部屋に連れ戻すのだ。申し訳ございません。直ちに。より一層厳重になるんじゃない？まあ、でも、あれを読まんとヒントは手に入らんかったわけよね。あの続き読まんとさ。じゃあやっぱり、読む必要はあったってことよね。きっと。マリオよ、お主ならきっとやってくれると信じておった。誠に片付けない。心から礼を言うぞ。お主がノコブロスを倒してくれたおかげで、封じられていたわしの力も徐々に戻ってきたようだ。この体に力が戻ったからには、わしもお主の力になることができようぞ。なになになに？マリオはバトル中に星の精の技を使えるようになった。なにそれ？超必殺技みたいな感じ？星の精の技はスターパワーを使う技だ。星の精の技とスターパワーの説明を聞くか。はい。それでは説明しよう。よいかマリオ、ここがスターパワーのゲージだ。ほうほう。ここを見るとスターパワーをどれぐらい持っているのかわかる。ゲージの右側に大きい星のマークが1個あるが、これは1パワー分あることを意味している。つまりお主は今1パワー分のスターパワーを持っているのだ。ふんふん。何パワー分まで増えるんやろ。次は星の精の技の説明だ。まずはすっきり爽快という技から説明しよう。なんだそれ。この技は HP と FP を一度に5ポイントずつ回復できるものだ。なるほど、一度に使うんかと思った。5ポイントずつ回復できる、めっちゃいいやん。え、でその技を使うためには、あ、そっか、スターパワーを使えばいいってことか。では星の精の技すっきり爽快を使ってみるのだ。攻撃技じゃないんよね、まさかの。すっきり爽快、1パワー。でも回復技助かる。HP と FP が5ポイントずつ回復したぞ。スターパワーは1パワー使ったから空っぽになった。時間経過で溜まるんかな。スターパワーのゲージをよく見てくれ。おお、空っぽ。本当ならこの後仲間の番、敵の番と続くのだが、今は練習なのでまたマリオの番になるものとして説明を続ける。マリオの番になった。なんかちょっと動いたね。さあ、ここでスターパワーのゲージに注目だ。ふんふん。若干回復したよ。さっき空っぽだったスターパワーが少し溜まったのがわかるか？実はスターパワーとは毎回マリオの番になるとき少しずつ溜まるものだ。これは大事なことなので覚えておいてほしい。了解です。さて、次に教えるのはもう一つの星の精の技、願うだ。
こっち何にも別にね、ポイントみたいなの書いてなかったよね。願うはスターパワーを少し貯められる技だ。貯める。はあ、なるほど。マリオのスターパワーはさっき少し溜まったとはいえ、ほとんど空っぽな状態だ。では、星の精の技、願うを使ってみるのだ。え、どれぐらい溜まるんやろ。願ってる、願ってる。おー、だいぶ溜まったね、でも。2回ぐらいでいける感じ？スターパワーが溜まったのがわかるか？このように願うを使うと、スターパワーを早く溜められるのだ。ふんふんふん。スターパワーはキノピオハウスに泊まると全回復するので、このことも覚えておくのだ。なるほど。星の精の技とスターパワーの説明はこれで終わりだ。これからは星の精の技をうまく使ってバトルしてほしい。マリオよ、よく聞いてくれ。一刻も早く他の星の精たちを助け出してほしい。わしらが7人集まれば、スターフラッシュという技をお主に授けることができる。ものすごくダサいな。技名が。その技があれば、クッパの持つスターの杖の力を抑えることができるのだ。ふんふん。わしは星の国に戻らねばならない。マリオよ、今は別れねばならぬ。だが、わしはお主たちをいつも守っておるぞ。別にさ、みんな連れ去られとんやけんさ、君もそんな急いで帰らんでよくない？さらばだマリオ。速攻で帰ってったわ。さあ、これで一旦なんだ、あのこの子タウンにでも帰るのか。間違えた。めっちゃ普通に間違えた。でも今あれよね、体力は満タンよね。うん、満タン満タン。さあ帰りますか。え、どっか道中さ、やめてよ。ピンキー使えそうな場所とかあったっけ？別になかったっけ？なんかこうマップ見て移動できたりとかせんのかな。ついてこないでくれ。間違えた。飛び出してくんねよ、急に。ページの切り替えがあるんかと思ったらなかったわ。ページ、画面の切り替え。ひゃーん。やだわ。こっちって何があったっけ？え、行ったっけ、こっち。あ、あれ取れるぞ。ちょ、カメキ、カメキ。いけい。星のかけらゲット。よしよしよし。あ、そっかそっか。あれもどうやって取るんやろうってなっとったんやっけ。ひょいっと避けてく。この延々と自力で戻っていく感じ、めちゃくちゃめんどくさい。やいマリオ、待っていたぜ。何？この前の借りを返しに来たぜ。行くぜ、覚悟しな。かわいい。うわー、落ちたよ。大丈夫かよ。マリオ、今日はこの前のようには行かないぜ。今のね、めげんのや。なにこの子、マリオにチャレンジしようっていうの？上等じゃない。え、これさ、表に出してる仲間によって、セリフ違う感じ？セリフっていうか、ま、やりとり？うるさい。マリオ、もちろん俺のことを覚えているだろうな。正直、全く覚えてない。けど、はいって言っとこう。そうだ、俺は、コアッパ？コクッパ？コアッパ？今度こそ俺の恐ろしさを教えてやるからな。なんか前もそんなことを言ったような気がするよね、私。コクッパかコアッパかって。そして結局わからんのだけど。マリオ、俺が編み出した新しい技を見せてやるぜ。でもこの、あの、技の和とさっきの石やったよね。ってことは、やっぱコアッパなんか。めっちゃ弱そうやん。何それ。殻にこもる的な感じ？ポケモンの。どうだ、こうなるとは予想もしなかっただろう。これならお前の攻撃なんか効かないぜ。マジで？
めっちゃ効くんですけど。そう、まさかマリオがそんなテクニックを身につけていたなんて。しかし勝負はこれからだ。絶世？何それ？どういうこと？ゲイ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 。全然効くんですけど。かわいい。めっちゃかわいいけど、超効くよ。ああ、やっぱめっちゃ助かるね。ポイントが高いのって。しかも今あれやもんね。スターパワー使って、回復もできるもんね。すごい安心感あるわ。よきよき。爆発3回分もあるよ。君結構体力あるね。ちょっとびっくりするぐらい体力あるね。本当にちょっとびっくりするんやけど。すっきり爽快。フラワーポイントは共通やけんね。てかそうよね。フラワーポイント、技を出すためのポイントがさ、共通っていうのが一番ネックじゃない？普通、一人ずつやろう。そんなんあっという間にポイントなくなるに決まっとるやんね。いけいけ。君体力どれぐらいあるの？結構あるよね。だいぶあるよね。やったー！今 100% までいったよ。イエーイ。おお、20スターポイント、いいね。ポイントは出す。大丈夫か？ほげー。放置していくけど大丈夫？そのうち復活するでしょう。マリオさん！キノピオか？あ、こっちやった。マリオさん、マリオさん、ティンクです。覚えていますか？うん、君のことは覚えてるよ。ノコブロスたちに捕らえられていた星の精様を助けてくださったんですね。クッパたちはとっても悔しがってました。やっぱりマリオさんは強くてかっこいい僕らのヒーローですね。いやー照れるな。マリオさん、実は重要な情報をお伝えしに来たんです。どうやら星の精様の一人がカラカラ砂漠のどこかに捕らえられているらしいんです。確かクッパの日記にはアラビ隕石って書いてあったかな。ピーチ姫がマリオさんのために頑張って探り出してくれたんです。これからも何か分かったら、僕が大急ぎでお伝えしに来ます。さあ、ピーチ姫のところに戻らないといけません。マリオさん、頑張ってください。クッパに見つかった時はティンクって一緒におったっけ？でも一緒におったら捕らえられるよね。ことはもう先に出発しとったんかな。ピーチ姫が大変なことになっとるよ。守ってあげてティンクや。ふぅ、よし、これで。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次は、何やっけ、アラビ隕石やっけ、なんか謎解きがどうのこうのって言ったよね。いやー、めんどくさそう。まあ、頑張って、また、星の精を助けに行こう。